主にステンレスを中心にアルミとかさっきは銅とかそういうもので食に関わるそういう道具を作ってる会社です。はい、でうちの強みというか大体300トンプレスがありますので、大体大きさ的にはまあ、作れないものはないというか、かなり大きなものまで作ることができます。でうちの特徴の強みというのは市からも表彰されたけれども、抗菌ステンレスがうちの会社が発祥で、今でも抗菌ステンレスの技術はうちしか持っていないというか、うちしかできない、そういうのがうちの一番の強みです。はい、普通ボールというのはボールとザルだって丸と思うよね。うちは三角のザルとボール作ったの。三角のザルとボールというのはね、収納するときは重ねられるんです。食材を入れて今度三角だと積んであげる、そういう形で、あの時に審査委員長の豊一先生からよく発想を変えたねと、いやこんなの自分たちも全く考えてなかったと、まあ、そういう褒めの言葉をいただいた。で今回も私にすればあって、ね、四角の夜間とかあった、でもね全くそういう概念で、一番大事なことは夜間はどこのうちでも必ず一個二個あるものなんだ。でそういうものに、ね、我々が想像を絶するような若者の感覚の品物デザインをしてほしい、でそれを形にしてみたい、そういうことです。この町の一番いいところなんだけれども、ね、今メーカーがとても仲がいいの、ね、いろんなメーカーがいろんな設備持ってるわけ、ね、それを、ね、なんかいいということは、昔はね作ってもらうとは技術をね、機械を貸してもらうってことは考えられなかったけど、今非常に皆さんこの町一丸となって横のつながりが強いわけだ。そういうそういうことをいろんな横のつながりがあるから、はっきり言ってできないものはない。うちがなければ、ね、その自分の知り合いのそういう設備、ね、持ってるところにお願いすれば何でもできるっていうのがこの町の特徴だから、はっきり言って、ね、できないものはない、そういう状況だから、どんなデザインでも持ってきてくれれば形にします。今言ったように何でもできると言ったもんだから、どうぞこんなものできないんじゃないかなとか、でそういう発想で追っ払って、本当に自分にねこんなものがねあったら便利で、ね、デザイン的にもいいなって、部屋に置いてみたいな、そういうのがあったらどうぞ自由な発想で、ね、来てください。変にねこんなものできないんじゃないかなとか、でこのようにちょっと受けられないんじゃないかなとか、そういうことを言わないで、どんなものでもいいところにつけて、逆に一緒に何か品物を作っているワークショップみたいな場所もぜひともやってみたいから、どん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 自由な発想で応募してきてください。